ああ、早く出た。手が汚れて。最悪でした。22.5 は。あれですか、タフドーム。これは、はい、ツーリングドーム。あ、ツーリング。佐賀の、なんか、野菜乗ってる。フライパンで作るなんかね、SNS で人気って、4枚分だったら結構190円お得なんじゃないかな。ちなみに、2枚で、出来合いのものでね、190円っていうのもあります。これね、ちょっとキャンプでやってみる。はい、キャンプで何カレーってことで、無印良品のね、4枚くらい作れて、180円っていうのに手を出したんですけど、見るも無残にね、手が汚れて、もう最悪でした。ただまあ、2枚目はね、なんとか、この、まな板で押すっていう作戦で、平たくすることができました。もし作る人がいたら、まな板を持っていきましょう。はい、では、キャンプでね、何カレー。実食です。行数で買った、レッドカレーと、これも行数で買った肉。と、なんだかね、万願寺唐辛子と、なんだっけ、この、忘れた。野菜とりあえず煮込んでます。無印のね、180円なんで、なんか、実食します。うまい。唯一欠点があるとすれば、何本焼くのにめちゃくちゃ時間がかかるってことですね。もう9時半です。今回ですね、お友達ののりちゃんと一緒に若杉楽園キャンプ場にね、やってまいりました。ちょっとね、キャンプ場、駐車場がね、綺麗な、リニューアルしてね、綺麗になったみたいなんで、ちょっとね、見ていきたいと思います。あったあった。入国から1時間まで無料。入場から9時間まで1000円。入場から18時間まで1500円。以降12時間ごと500円。形でゆっくり、キャンプされると大体2000円ぐらいの金額じゃないですかね。ちょっと行ってみましょう。結構ハイクでね、行ったりするんですけど、あれかな、若杉山の登山の人とかがよくここと組み合わせてね、キャンプしてたりとかしてます。住むと以前からあったトイレですね、トイレ区画があって、ですね、トイレ区画と、ここもテント張っていいのかな。これはね、なかなかの眺望ですね。いい感じ。これ開け見れたらいいですね。はい、こちらがね、リニューアルしたトイレです。こういう感じ。めちゃくちゃ綺麗。
スイートの部分ね、こう注意事項ね、ちょっとあります。あと、ちょっとね、気になるのがね、じゃじゃんと。これ、22時以降は、食器洗い禁止。一応ね、この大和の森散策マップってことで、ここね、自然の観察を楽しみながらのね、ちょっとマップもございます。なんと嬉しいことにね、自販機もありますと。でこちらがメインのフロアですね。綺麗綺麗。結構風も強くてね、雨も降ってたんですけど、なかなか、夜はね、涼しかったですね。朝方にかけてが、深夜かな？深夜か朝方にかけてが降ってましたけど、国籍的にね、今止んでおります。メイン区画は、端っこの部分と真ん中のエリア。で、こう、まあ、車が通る道ね、ロープが張ってるんで、そこにね、気をつけてテント張らないといけないです。というわけで今回の我々のここをキャンプ地とするっていうステージは、こちらになります。はい。こちらがちょっとのりちゃんのテント。のりちゃんのこれ、あれですか、タフドーム？これは、はい、ツーリングドーム。あ、ツーリングドーム。はい、うん、はい、お友達ののりちゃんです。ライトが光ってて、なかなか見えないでしょうけど。はい。今日ちょっと、いろいろなんかね、手にくっついたりとかしたりした時にも、ベッドティッシュを貸していただいて、しかも椅子がビシャビシャになって、椅子も貸していただいて、のりちゃんに貸していただいたね、椅子です。もう大変助かりました。ありがとうございます。はい、一応、僕の、装備は、深大寺マウンテンワークスの、ハンモック。少し、オーダーしてカスタマイズしたモデルですね。と、ゴッサマギアですね。ゴッサマギアのツインタープ。登山では、本当は二人用ぐらいのね、広さの分なんですけど。まあ、山中でのタープ履くとかもね、一応兼ねれるんで。重さが 200g ぐらいのタープかな。テーブルはですね、もう自作しておりますと。ね。我々はそのハンモックでね、生活する人たちは、下に降りたくないので、高さが30センチね、必要になります。あとはね、上にこう、まあ、スリングロープ貼ってね、吊るしまくり、まあ、富裕層スタイルですね。1954福岡っていうね、お店にね、やってきました。佐賀の、なんか、パン屋さんの2号店。うん。なんか滑り台もある。うん。ちょっと行ってみましょうかね。うん。このパン屋。ミキサー。かっこいい。レトロ感もあるだし。江藤製パン。野菜も売ってる。すごい。めちゃくちゃいい。おいしそう。カステラチョコだ。1954福岡にね、ちょっと来たんですけど、もう中ね、活気がね、良くて、なんか居酒屋みたいなのりでしたね、のりちゃんね。うん、すごい。しかも、買った人は皆さんに、コーヒーをね、サービス。素晴らしい。もう、ちょっと我慢しきれないのでね、パンを1個食べようと思います。カステラチョコのね、パン屋さん。1954福岡。江頭パンさんってね、佐賀のちょっとパン屋さんので、ちょっと、福岡の、姉妹店になります。テラスもあって、ね、休憩もできて、コーヒーももらえて、トイレもあって、快適。最高。若杉楽園キャンプ場、残念ながら雨でしたね。雨でした。しかもランカレー、なんか手にね、ひっついて、最悪でしたね。しかも焚き火するつもりが、ナゴを焼くのでね、時間がかかりすぎて、全部のナゴを焼き終わったのが、なんと9時半でしたね。というわけで、キャンプでナゴを焼くのはおすすめしません。皆さんお米を炊けましょうっていうことが、いい記憶になりましたね。またよかったらね、のりちゃん、キャンプ場、キャンプにね、行きましょう。はい。
それではちょっとチャンネル登録お願いします。お願いします。